愛媛リーダーの素顔。今回は株式会社クレアディール山本咲さんです。ネイル&アイラッシュサロンクレアラルーチェ、まつげエクステ専門店リアンを運営する株式会社クレアディールは、愛媛県内8店舗、日本全国におよそ80店舗を展開しています。去年10月に総務部ソリューション部門リーダーに就任。山本さんにプライベートの過ごし方、そして今後の目標などを聞きました。それでは山本さんの休日の過ごし方を教えてください。はい、週末のお休みではオンとオフをしっかり切り替えて家族と過ごす時間を大切にしています。ちなみにアウトドア派とインドア派だったらどっちなんですか？アウトドアで体を思い切り動かすのも好きですが、最近は自宅で小学校1年生の息子とピアノの演奏を楽しんでいます。私自身が子どもの頃にピアノを習っていたこともあり、子どもに音楽の楽しさを知ってもらいたいと考えていました。息子さんは今ピアノはどのくらい、何年くらいされてるんですか？今3年ぐらいです。腕前はいかがですか？ピアノの腕もすっかり上達していて、家族で音楽のある生活を楽しんでいます。息子さんと一緒にこうピアノを弾いたり聴いたりする時間っていうのはどういう時間なんですか？今では私にとって息子のピアノの演奏を聴くことが一番のリフレッシュになっています。それでは授業内容を教えてください。クレアトゥールはネイル&アイラッシュサロンクレアラルーチェ、まつげエクステ専門店リアンを愛媛県内8店舗、全国に約80店舗を展開しています。山本さんが所属するソリューション課ではどんなお仕事をされているんですか？広告媒体や SNS を活用してサロンへの集客を担当しています。またお客様にお店で過ごすすべての体験や思い切り楽しんでいただけるよう様々な企画を考案しています。では仕事上大切にしていることを教えてください。自分たちの成長、仕事に対するやりがいを大切にすることです。働く目的がはっきりと見えているから毎日楽しいですし、社内のコンテスト、アワードなどではスタッフそれぞれの技術力などが向上していることを身をもって実感しています。それでは今後の目標を教えてください。それぞれの店舗では高い衛生面はもちろん、高品質、低価格、スピードのあるサービスを追求しています。そして贅沢を思い切り楽しむを合言葉に、ネイルやまつげエクステなどをたくさんのお客様に体感していただきたいです。